ことがあってね。まあ結果がこのダマだけだよ。坊主のこと頼むよ桐生さん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。遥かが、あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちで春人を無事に取り戻してきます。親分、you
先ほどはどうも。赤ん坊は大事に扱っていますよ、桐生さん。お前、半純気ですが、今日はお招きした覚えはありません。今すぐお引き取り願います。その上で、あなた方にはやっていただきたいことがあります。それさえ済めば、ハルト君は傷一つつけずにお返ししますよ。俺たちにやらせたいこと、正確に言えばそれができるのはユータ君だけです。お近くにいるようでしたら彼にお伝えください。最妖怪の牢を殺すようにとね。なんだと。ユータ君なら父親である牢を警戒させることなく近づけるでしょう。ですが我々には牢の所在をつかむことさえ非常に難しい。実際アジア外にあなた方が乗り込んでいったとき、あの牢が姿を現したのは実に2ヶ月ぶりのことでした。そういうことだったのか。お前らはユータに牢を殺させるためにハルト。期限は3日。ユータ君も牢を殺せばさすがに生きては戻れないでしょう。しかしもしやっていただけないのであれば。ハルトを殺すのか。まだ言葉も喋れない。
一人で立つことさえできねえ赤ん坊、お前のスポーツマンシップとやらはどこに行った？男として美しくありたいとか抜かしてなかったか？くったらねえ真似する前に俺とケリをつける。ハン・ジュンギ、こっから先お前に会いに行くのは俺一人だ。だがそっちは何人いようが構わねえ。お前も男だったら逃げずに受けろ。聞いてんのか？わかりました。キリュウさんがお一人でいらっしゃるとあってはお迎えしないわけにはいきません。私のところまでたどり着ければの話ですがね。お待ちしています。キリュウの兄貴どうなったです？今の電話ハン・ジュンギからすよね？聞いてた通りだ。こっから先は俺一人で行かせてもらう。兄貴、行かんですって。まだ相手は何人おるかもわからんのじゃ。いくら兄貴でもたった一人じゃ。全員で行けばハルトの安全は保証されない。他の交渉材料を思いつく時間がなかった。ハルトは必ず俺が取り返してくる。俺に任せてくれ。
おっしゃってた通り、本当にお一人でここまでいらしたんですね、キリュウさん。そっちは何人いても構わねえと言ったはずだぜ。あいにく残っているのはもう私一人だけです。どのみち人軍派という組織はこれで終わりでしょう。一つだけ確かめておきたいことがある。お前らをバックから動かしているのは岩見常雄で間違いねえな。ええ、アジア街の火事があった後、我々に近づいてきたのが岩見常雄でした。東上界と西洋界の抗争を煽れるだけ煽ってほしいとね。なるほど。その見返りに受け取った金でスターダストを買収したわけか。彼は金払いのいい男です。こちらもその分の仕事はしましたがね。あいにくローは取り逃しましたが、息子のジミー・ローを殺したのも我々です。何？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日カムロ町で達川君が沢村遥を車で引いた時は私もあの場にいました。なんだと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように裕太君に牢への刺客となってもらうためです。なら、なんで達川は遥を引いた？達川君はドジを踏んだんですよ。誰もあんな結果を望んだりはしていません。あの事故の数日前、達川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました。身を隠していた彼女には衝撃だったはずです。しかし達川君は何よりもまず沢村遥に敵意がないことを示しました。組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだと、そのためにもっと安全な場所に逃がしたいのだと塩らしく訴えたそうです。その気になればいくらでも手を出せる状況で自分たちに手を出してこない。その上達川君は
彼女に赤ん坊を連れてカムロ町に向かうよう伝えただけで、その場を立ち去りました。そんな彼をお嬢さんが疑い切れなくても責めることはできないでしょう。タツカは、なぜハルカをわざわざカムロ町におびき出した？沢村ハルカが隠れていた集落は非常に狭く、ことを起こせばすぐ騒ぎになります。しかし雄太君を刺客として牢へ放つまでは、赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点カムロ町なら誘拐の舞台にうってつけです。たとえ悲鳴を上げられようが、あの町では誰も気に留めません。そしてあの日、カムロ町のある地下駐車場で達川と落ち合った彼女は、赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われました。その車に乗せさえすれば、達川は彼女たちを岩見恒夫の元で監禁できたでしょう。しかし、だからこそ沢村遥はその土壇場で達川を信用することができなかったようです。そして、뭐 하고 있는 거야? 少しあの時彼女が車の衝撃で手を離していれば、赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょう。しかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった。母親の強さというのは大したものです。そうか、てめえらがハルカを。あれは事故ですよ。それに我々はただ岩見恒夫の指示で動いただけです。半純義、お前がそこまで話すってことは、俺に殺される覚悟ができたってことか？いいえ、ただあなたを殺してしまった後では何も教えて差し上げられないと思いましてね。それではさすがに気の毒です。ですが、これで思う存分あなたとのケリをつけられる。ここに我々を止める者はもう誰もいません。思う存分殺し合いができますね、キリュウさん。望むところだ。これがジンゴン派の最後の花火だ。
これがジングオン派の最後の花火だ。待たせて悪かったな、ハルト。キリュウさん。やはり、あなたには、私が自分の誇りにかけて、戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩見つねおもローも、その赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきます。
それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。なんだって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。